渡辺直美さんが以前、世界に発信するなら、世界に合わせるのではなく、日本らしさを出す方が良いと話していたことがある。この言葉は、ナンバーアンダーライン愛の成功にも通じる部分がある。2024年5月27日の深夜0時、ナンバーアンダーライン愛の最新曲、ボンのミュージックビデオ、MV が YouTube で公開された。公開後、 翌28日の午後1時ごろには1000万回再生を突破するという驚異的なスピードで、その再生数は絶えず伸び続けている。日本史上最速で1000万再生を達成したその背景には、彼らの国内外での戦略的な展開とファンとの強い絆がある。ナンバーアンダーラインアイはこれまでにも成功を収めてきたが、今回の「ボンの成功」は、特にその戦略的な海外展開が大きな役割を果たした。 ボーンの MV は、和風の要素をふんだんに取り入れた内容となっている。歌詞やメロディーには日本の伝統文化が色濃く反映され、茶道や襖、ま、紙芝居、そして団地などの日本らしい風景が映し出されている。これらの要素は、海外の視聴者にとって非常に新鮮で魅力的に映るだろう。さらに、MV の冒頭には、警告、激しい点滅がありますという正し書きが英語、韓国語、 中国語でも表示され、歌詞の翻訳も10カ国語に対応している。これにより、世界中のファンが楽しめるようになっているのだ。渡辺直美がかつて言った、世界に発信するなら、世界に合わせるのではなく、日本らしさを出す方が良い、という言葉は、グローバルな舞台で日本文化をどのように発信するかについての重要な指針を示しています。彼女の言葉を詳しく分析すると、 以下のような深い洞察がが浮かび上がります第一に、彼女の言葉はアイデンティティの重要性を強調しています。世界中の多様な文化や価値観の中で、日本独自の文化や美意識を保ち続けることは、個々のアイデンティティを強固にする手段となります。グローバル化が進む中で、文化的な同質化が進むことがありますが、その中で自国の文化を守り、発信することは、他者との違いを際立たせ、 個性を強調することにもつながります。これにより、文化の多様性が保たれ、それぞれの文化が独自の価値を持ち続けることができます。第二に、彼女の言葉は文化的独自性の魅力を示しています。日本文化には茶道や華道、能や歌舞伎など、独特の美意識と伝統があります。これらの要素は、海外の視聴者にとって新鮮で興味深いものであり、その独自性が強力な魅力となります。 日本文化を積極的に発信することで、海外の視聴者がその魅力に引きつけられ、日本に対する関心が高まります。これは、文化交流の促進にもつながり、異なる文化同士が相互に影響し合い、理解を深める契機となります。第三に、彼女の言葉は戦略的な視点を持つことの重要性を示しています。世界市場で成功するためには、単に海外のトレンドに追随するのではなく、 自国の強みを生かすすことが重要です日本のアーティストやクリエイターが日本らしさを前面に押し出すことで他者との差別化を図り独自のポジションを築くことができます。これによりグローバル市場での競争力を高めることができるのです。このように渡辺直美の言葉はグローバルな舞台での文化発信における重要な指針を示しています。彼女の言葉を受けてナンバーアンダーライン愛の成功もまた、 日本らしししさをを面に押し出すす戦略が功を奏していると言えます彼らの「ボン」のミュージックビデオは、日本の伝統文化をふんだんに取り入れた内容であり、その独自性が海外の視聴者に強く訴えかけています。これにより、彼らは日本史上最速で1000万再生を達成し、その影響力を広げ続けています。ナンバー・アンダーライン愛の成功は、渡辺直美の言葉の実践例ともいえます。 彼らは日本の文化を大切にし、それを世界に発信することで、他国の人々の興味を引きつけています。このように、彼らの成功は、日本文化の魅力を再確認させるとともに、グローバルな舞台での戦略的な文化発信の重要性を示しています。今後も、日本のアーティストやクリエイターがこの指針に従い、独自の文化を大切にしながら世界に発信していくことが期待されます。彼らの活動が、 日本文化の魅力をさらに広め、多くの人々に喜びと感動を与えることを願っています。渡辺直美の言葉が示すように、日本らしさを持ちながら、世界とコミュニケーションを取ることは、文化の多様性を保ちながら、共感と理解を深めるための重要な手段なのです。これからも、日本の文化を大切にしながら、世界に向けて発信していくことで、より多くの人々とつながり、 共感とと理解を深めめていくことが求められます渡辺直美の言葉が示すように、日本らしさを持ちながら、世界とコミュニケーションをとることは、文化の多様性を保ちながら、共感と理解を深めるための重要な手段なのです。そして、その結果として、日本文化が世界中で愛され、尊重されるようになることを目指していくべきです。しかし、今回の成功の鍵は、 ボンの発表までに行われた戦略的な活動にある。ナンバーアンダーライン・アイは4月15日、アメリカ・カリフォルニア州で開催された世界最大級の野外音楽フェスティバル、コーチャイラ・バレーミュージック・アーツ・フェスティバルに出演した。ここで韓国のボーイズグループ・ゴッドセブンのメンバーであるジャクソン・ワンとコラボレーションしたことが、大きな話題となった。ジャクソン・ワンはインスタグラムのフォロワー数3200万人を超えるアジアのスターであり、 彼とのコラボレーションはナンバーアンダーラインイの認知度を急速に高めた。このコラボレーションを通じて、ジャクソン1の熱狂的なファンがナンバーアンダーラインイに注目し、SNS での拡散が加速した。特に、ジャクソン1の公式ファンアカウント、ジャクソン1ワールドがナンバーアンダーラインイの、ボンを紹介したことが大きかった。この紹介により、ジャクソン1のファンである、ジャッキーが、ボンを視聴し、 その結果、日本でも、ジャクソンさんが SNS のトレンド入りするなど、ファン同士の連携が強化された。さらに、ナンバーアンダーラインアイは、スポティファイやアマゾンミュージックなどのストリーミングサービスの広告等としても起用されており、その影響力は日本国内だけでなく、ヨーロッパのサッカー試合の広告にも反映されている。これにより、世界中での認知度がさらに高まった。ナンバーアンダーラインアイの成功は、 K-POP アーティストの戦略に似たものがある。彼らは初めから海外進出を意識し、インドネシアやフィリピンなどの若い世代の多い東南アジアの国々で多数のファンを獲得してから、アメリカや世界市場を目指す。この戦略をナンバー・アンダーライン愛も採用し、アジアを拠点に世界へと進出している。ナンバー・アンダーライン愛は、コーチャイラでの出演を機に、海外での知名度を急速に高めた。 特にジャクソン・ワンとのコラボレーションは、彼のファンやフォロワーにナンバー・アンダーライン愛を知ってもらう大きな機会となった。そして、その縁はしっかりとつながり、ナンバー・アンダーライン愛の動向はアジアのエンターテインメントファンにも注目され続けている。その結果が今回の最速1000万再生であり、紅茶へラ出演がいかに大きな影響を与えたかが明らかである。今後もナンバー・アンダーライン愛は、 K-POP アーティストに負けない世界戦略を見せることが期待されている。彼らの活動は、日本のエンターテインメントの騎手としての役割を果たしており、その影響力はますます広がっていくことだろう。渡辺直美さんが以前、世界に発信するなら、世界に合わせるのではなく、日本らしさを出す方が良いと話していたことがある。この言葉は、ナンバーアンダーライン愛の成功にも通じる部分がある。 彼らは日本の文化を大切にし、それを世界に発信することで、他国の人々の興味を引きつけているのだ。ナンバーアンダーライン愛のファンは、彼らの音楽に対して非常に熱狂的であり、特に、ボムは聴けば聴くほど、中毒性が増していくと評されている。MV は一瞬たりとも見逃せない内容であり、その魅力は多くの人々を引きつけている。ジャクソン1のファンがナンバーアンダーライン愛を支援する動きもあり、 その影響で再生数が急増したことは明らかである。日本からアジア経由で世界を目指すには、恋ファンダムの存在が重要であり、ナンバーアンダーライン愛はその点でも成功を収めている。さらに、スポティファイやアマゾンミュージックの広告にナンバーアンダーライン愛が登場することで、ストリーミング普及の一助となっている。彼らの音楽は、アメリカやヨーロッパでもダウンロードされ、再生されている。今回のミニアルバム、 ノーオーリングは、決して、ミニではない。彼らの自己プロデュース力は驚異的であり、アメリカや欧州でのイージーリスニングブームの回帰傾向をしっかりとつかみ、自分たちの音楽をうまく昇華している。彼らのアンテナは全方位に張り巡らされており、その結果、世界中のファンを魅了している。ナンバーアンダーライン愛の、ボンは、心地よいアジア的な音が混じり合い、踊るボン踊り、踊る1億人。 という歌詞が DNA に組み込まれた懐かしさを呼び起こし、本当に癖になる楽曲である。MV は、ドリフを連想させるタライの落下や、紙芝居おじさん、お茶席など、楽しくて心が喜ぶ要素が満載であり、朝から元気になれる内容となっている。私は、この作品を大傑作だと思い、何度もリピートしている。No.1Line I を応援し続けたい。彼らの成功は、 単にファンダムの団結だけではなく、彼ら自身のプロデュース力と戦略的な活動によるものである。世界各地でのダウンロード数の多さが YouTube の再生数にも反映されており、その影響力はますます広がっている。オーストラリアから始まり、イギリス、フランス、香港、台湾でも1位を獲得し、アメリカでもその人気は拡大している。ナンバーアンダーライン愛の今後の活動がどのように展開していくのか、 非常に楽しみである。彼らは日本のエンターテインメントの未来を担う存在であり、その影響力はますます強まっていくことだろう。これからも彼らの活動に注目し、応援し続けたいと思う。ナンバー・アンダーライン愛の成功は、単なる偶然ではない。彼らの戦略的な活動と、ファンとの強い絆があってこそ成し遂げられたものである。これからも、 彼らがどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、非常に楽しみである。そして、彼らの成功が日本のエンターテインメント業界全体にも良い影響を与えることを期待している。最後に、あなたはナンバーアンダーライン愛の成功をどのように見ていますか彼らの音楽や活動について、どんな感想を持っていますかぜひ、あなたの意見を聞かせてください。そして、 これからも彼らの活動に注目し、応援していきましょう。